よし、じゃあ俺が圧倒的にボコしていくとこを見せていこうか。はい、今日の相手はこの人ですね。なちゃん、俺よりファンの数はちょっとだけ少ないね。まあこれはね、今まではね、どっちかっていうと、まあ正直言って機械が相手だったじゃないですか。今度はちゃんと生身の人間とリアルタイムでこれバトルやるやつですから、絶対負けられない。俺がレイカーズね。お、ちょうどいいじゃん、ボストンとレイカーズでね、ライバル同士、東と西の頂上決戦やっていこう。無観客試合、コロナの影響のため無観客でお送りしております。 OK、 攻めてこいよ。ほらほら、ちょっとラグってる？大丈夫かな？ラグにも関係なくやっていこう。相手ポルジンギスいるな。コービーいるかな？コービーは持ってないのかな？コービー持ってないようなやつにね、俺負けるわけにいかねえ。落ちた。オッケー。速攻。速攻。このゲームは速攻が勝負。いけ。よっしゃー。まずは1点。まずは2点。ロンドンの速攻。続いてディフェンス。ディフェンスでも見せていくのが、チョモランマスタイル。ちょっと若干ラグってるけど、その辺は気にせず。とにかくプレイで見せていく。今後は、プレイで見せていく、チョモランマ騎士。もう二度と下手とは言わせない。視聴者に下手とは言わせない。スーパープレイ。やばい。ポルジンの、落ちた。待って。あ、嘘。迷子？どっち？あべ、相手ボールだ。しっかりと。やべ、連発で3打ってきてる。オッケー。単発3は入らねえよ。コービーで見せていこうか。スクリーン使わねえとダメだな。抜けたか。ダメだ。くそ。戻れ。やばい、こいつ3ばっか狙ってきやがるな、こいつ。オッケー。なんかロンド。オッケー、いける。よっしゃ、バカ野郎。イェイ。スパッシュ。こうやって2点で重ねていくもんなんだよ。一発逆転の3、こいつ3ばっか、また狙ってくるぞ。オッケー。こいつ3しか狙ってこねえぞ。ディフェンスが楽ってもんだ。こういう時は時間をかけてね、たっぷりいぶってやろう。相手が。相手を焦らせる。時間いっぱい。10秒まで使っていこう。で、ここで、ピック読んで。で、3ってのはこうやって決めんだよっていうね。バカ野郎、ごねろ。3ってのはこうやって決めんだよ、バカ野郎っていうね。もう本当に3のお手本を見せて、こういう圧倒的に、やっぱり、チョモランマたけし、チョモランマさん、やっぱり、ほら、こいつ全然入んねえじゃん。しかも3しか打たねえし。こういうゲームになっちゃったらもうダメですよね。もう3が入んないしね、タイミングが悪すぎんだよ。OK、この調子で後半戦も臨んでいこう。OK。俺が本気を出したらこんなもんじゃねえっつうんだよね。やっぱりコンピューター相手だとどうしてもさ、パワーの差がものを言って、ね、うまく、こう、なんか最初から決定したみたいな。なっちゃうけど、こう、生身のね、人間相手だとね、やべ！あ、でも迷子でしょ？いいよ、全然いい。8秒なんか、8秒あれば十分だから、シュートまで。8秒でシュートまで余裕で持ってきるから。来た。来た！これ来たよ！オッケー！は、ゴールデンイーグ、オッケー！ざまみやがれ、バカ野郎、デメゴネロ。デメゴネロ、バカ野郎、デメゴネロ。舐めてんじゃねえぞ、バカ野郎。9-0。もう圧倒的だね。だから、チョモランマさんも下手とかいうコメントはもう書けなくなるからね。アンチの方はすいませんね。もう僕がもう今後は圧倒的にボコしていく、まあそういう動画ばっかになると思うね。もう今後はちょっとヘッドトゥヘッドなるべく、僕のうまさをね、もう課金とかガチャとか、そういうイベントの報酬とかじゃなくて、もううまさで、今後は見せていこうかなっていう。そういう動画を今後は配信できるように、ちょっとずつね、ちょっとずつ頑張っていきますんでね。なるべくちょっとやっぱネット環境が悪い時とかもあるんだけど、まあそういうのも気にせずね、もううまさでカバーして、しっかり、これ中いけるよ！ほら！コンビプレイ！楽勝！ほんと11-0でこれ、相手多分ね、
小学生なんじゃないかな。もう本当に大人の力舐めてんじゃねえぞっていうね、もう本当に言わんばかりの、もうスティールも余裕できるし、もう11対0でね、もう圧倒的に勝ち上げる。しかも生身の人間相手で、機械相手じゃないですよ。機械相手だったらね、なかなかこういうこともいきませんけど、もう生身の人間相手だと僕みたいな本当のうまさが出ちゃう。これ本当のうまさ、これリアルなうまさだからね。この誰もコメントで決めてやがったな。くそ、0点で抑えたかったけど、さすがに無理だったな。さすがにそんな落ちないもんな。まい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 、ピックを呼ぶ。ピック、なんかいけるわ。オッケー、よっしゃ、いいですね。ジャバーとロンドのコンビが、最高です。うん、好きです、ジャバー。もうこうやってさ、操作やってると、このゲームからさ、選手がだんだん好きになっちゃうよね。まあ、ジャバーはリアルタイムで見れることはないんですけどね。リアルタイムで、プレイを見たこともないですし。オッケー、スティール、ロンド。アウトバズ、どっちだ？膝に当たったんじゃない？スティールした後。当たってない？わかった。あー、相手もポルジンギスがかわいそうだな。俺、ポルジンギス結構昔使ってたんですよ。アメジストの時とか。報酬がアメジストの時のポルジンギスとか。最近は結構ポルジンギスもね、なかなか出なくなっちゃったんで。なんか、ポルジンギス昔やったらなんか連続でイベント報酬来てたような気がした。なんかぶつかった。ぶつかったぶつかった。あ、もうショットクロックないんだ。最後じゃあ、コービーで決めていこっか。あー、ミスった。あ、あ、サイド。あ、こっち。フリー。オッケー。ポール・ジョージの3。うっそ。まあいいでしょう。ちょっと正直最後焦った。最後ちょっとね、焦っちゃいましたけど。まあこんな感じで、圧倒的に、もうボコしましたね。え？ファン5人だけ？よし、じゃあ連続でいこうか。76、Wi-Fi。ぜひね、皆さんも、このヘッドトゥヘッドやるときは、Wi-Fi 環境で、やることをお勧めします。さっき40いくつだっけ ?70、70いくつに上がってたな。さっきよりはサクサク、ぬるぬるになるかな。はい、来た。さん。俺よりファン少ないね。これ、中国人かなこれ。国際交流、甚だしいですけど。しかも、レイカーズバトルだね。真似してくんじゃねえよ。まあ、俺よりファンの少ない、1000人以上もファンの少ない中国人なんで、もう圧倒的にボコしていきたいと思います。ではやっていこう。俺がどっちだ？俺が白の方だな。あ、違う。俺紫だ。ジャンプボールはどうだっていいんだよ。ジャンプボール勝ってる、勝ちにこだわってるようだよね。ダメですよ。ジャンプボールはもう負けていくぐらいの余裕さを持っていかないと、勝てませんよ。おっしゃ！見た見た見た！ちょっと待って、逆！これよくありがち。でも、はぁ、あ、